幅広い世代に人気のファッションブランド GU が今日北九州市に初めて出店しました。政令市の中で唯一出店がなかった北九州市、なぜなのか調べてみました。今日午前、北九州市小倉北区の小倉駅前の商業施設セントシティでは、待望の北九出店なんで、はい、あ、なんでなかったんだですね、今まで。どうですか。嬉しいです。ずっと待ってました。正直にあるのに小倉にないのがちょっと不思議でしょう。開店5分前、今列に並んでいた人たちがお店の中へと入っていきます。どうぞ。今日北九州市に初出店したのは、ユニクロを展開するファーストリテイリングが運営するファッションブランド GU です。トレンドを抑え、バリエーション豊富なラインナップに手頃な価格が人気の理由です。オープンを待っていた女性は大きな買い物袋を持っていました。あ、2万3000円です。全然これくらいは欲しいものだったんで。嬉しいです。安いし、もう通います。市民から出店を望む声が上がっていたという GU は、2006年に誕生したブランドで、全国に440店舗を展開しています。福岡県内には福岡市や行橋市、直方市など18店舗を展開していましたが、北九州市にはこれまで店がありませんでした。全国の政令指定都市の中では唯一店がなかったといいます。 GU が北九州にはなかったというところで、前々から市民の皆様にはぜひセントシティの方にもあると嬉しいというお声をいただいておりましたので、一緒になって北九州を盛り上げられたらなというところが非常に大きいですね。出店を望む声があったにもかかわらず、なぜ今まで北九州市には店がなかったのでしょうか。その手がかりが北九州市議会で見つかりました。去年6月の予算特別委員会で GU の誘致について市議会議員から市に対し質問がありました。こちらの議事録を見ますと、北九州市に出店する際の民間の中のルールもあるような話を聞いていると回答があります。議事録を読み進めていくと、 GU の誘致に関していろいろな問題があるのですけれど、デリケートな問題などと書かれています。一体どういうことなのか市に尋ねました。紳士服店の進出に関する、民間同士のですね、進出に関する、協定、そういったものがあったということは承知をしております。地元のですね、中小零細の店舗を守るために、大規模な店舗の出店の際にはですね、規制があるというような法ルール、大規模な店舗は3店舗までと、そういうようなもので、ルール化をされてたと。北九州市などによりますと、昭和の時代に衣服の分野で大手企業の出店は3店舗までとする紳士協定があったというのです。 GU とユニクロを運営するファーストリテイリング社は、北九州市内にはユニクロのブランドが小倉北区、小倉南区、八幡西区で合わせて3店舗を運営しています。 FBS が GU 本部に紳士協定に関して質問したところ、北九州市に紳士協定があるという噂を聞いたが、ないです、ないものはないという回答がありました。今日北九州市に初出店した人気ブランド GU、 小倉の都心への収穫の起爆剤として大きな期待が寄せられています。